それが魔界議長。イカかもね、そうかもねとその一派だ。何そのふざけた名前、ちょっと真面目に聞きたいんやけど話。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。おはようございます、アイナちゃん。おはよう、ウィスパー。何章まであるんやろ。10章までかと思ったけど、違うね。何してるの？ウィス。リュウ君の水晶玉で見た妖怪たちのことが気になりまして。確か、リュウ君は悪い妖怪が人間界に溢れ出してくるって言ってたよね。本来なら、エンマ様の許可なくして、妖怪が人間界に来ることはできないはず。一体、妖魔界で何が起きているんでしょう。これは、独り言が聞かれる。アイナ、お友達が遊びに来たわよ。友達？誰だろう。あ、影村委員の前におった子や。真央くん、いらっしゃい。どうしたの？今日はアイナちゃんに大事な話があって来たんだ。何、告白？ずっと黙ったんだけど、僕、変なものが見えるんだ。おお、なんか、うん、ある意味告白。お化けっていうか、妖怪っていうか、アイナちゃんの後ろにも、見えてる、ウィスパーが。それから街の中や夢の中でも。ウィス？もしや、真央くんには私が見えているんですか？喋った。これは？しかも声まで聞こえているとは、これは有意識自体ですよ。妖怪落ちらしきものも持っていないようですし、能力これ。もしかしてアイナちゃんにもそのお化けが見えてるの？おう。あのね、今朝変な夢を見たんだ。アイナちゃんと一緒に出かける夢を。僕たちは大森山から妖怪たちが住んでいる世界に行くんだ。僕が子供の頃から持ってるこの鍵で。今も子供じゃないのかい？小学生よね。それは、その夢を見てから僕はどうしてもそこに行かなきゃいけない気がして。もしかしてアイナちゃんなら信じてくれるかもしれないって思ったんだ。ほう。ねえ、僕と一緒にそこに行ってほしいんだ。できればそっちのお化けも一緒に。ウィスパーでウィス。マオくん、私は羊妖怪のウィスパーでございます。ウィス。おそらくマオくんが見た夢には、妖魔界の異変が関わっているに違いありません。もしかしたら私たちの知らない場所で何かが起こっているのかも。ウィス。行って確かめてみましょう。アイナちゃん、マオくん。マジで、この子一緒に行くん、妖魔界に。よし。僕が夢で見たのは、大森山の神社のもっと奥に行った場所だったよ。それって、ご神木がある場所？うん、大きな木があったと思う。あ、そっか、4でもなんか、この左奥ぐらいのところに扉があったよね。ますます運命的なものを感じますね。行きますよ。詳しい話は後でしましょう。さあ、大森山に出発です。ふんふん。さよなら妖怪ワールド。あ、最終章っぽいね、ここが。大森山のご神木に行ってみよう。ってことで、大森山へ。ひとっとびー。どこや？大森神社。はい、ワープします。いやー、まさか何の能力もない普通の男の子と一緒に妖魔界へ行くとは。ん？なんか。わしは昔から大森山に住んでいる猫たちに餌をあげとるんだよ。だが最近、その餌場を荒らす輩がおるみたいだな。もしよかったらちょっと様子を見てきてくれんか？近頃めっきり姿を見せなくなったんで心配なんじゃよ。ほう、いいよ。なるほど。猫の餌を狙う、ということですか。真っ先に思い浮かぶのが他の動物たちですが。カラスとか？どうでしょう。猫の餌を全て平らげるほどたくさんいるようにも見えませんが。行きますよ。奥に行って猫たちの様子を見てみましょう。お札じいさんの頼み事を発生。お札じいさん、ここの管理人とかそういう感じ。奥というのはこっちかしら。こっちなんかな。こっちで会っているのかしら。ここ夢に出てきた場所だ。夢の中の僕はこの先のご神木から妖怪たちの世界に行ってたよ。そうなの、イスパー。マオくんが言っていることは間違いではありません。そこにあるのは妖怪エレベーター。人間界と妖魔界をつなぐ道のようなものですね。扉じゃなくてエレベーター。百聞は一見にしかずです。まずはそこへ行ってみましょう。
エレベーターに乗って妖魔界に行こう。いや、その前にちょっと、猫の餌場を荒らしてるやつ。猫の餌場は本当にこんなところから妖怪の世界に行けるの？その左奥じゃないんですか。間違いありません。確かこの辺りに、なんか音が鳴ったんですけど。思ったより細かったし小さかった。これでよしと。マオくん、よろしくお願いします。ねえ、猫の餌場は。ここに鍵を使えばいいんだね。ご神木がエレベーター、ガシャがどっかに行った。あ、どうも。こちら、妖魔界行きの妖怪エレベーターです。おー。行きますよ。妖魔界まではあっという間です。さあ、行きましょう。わかった。乗るの？もう。はあ、勝手に出発される。行くわよ。それでは、ノンストップで妖魔界に参ります。ほう。うわー、すげー、なんか。やっぱ地下なんやね、妖魔界。なんとなく、上空ではないと思ったよ。木と貝がいっぱい。あ、歓迎されてる。やったね。あれ？なんか妖魔界変わった？変わったっていうか、こっちの方が初期なんよね。妖魔界でございます。ここが妖魔界。なんだか不思議なところね。あ、これ町の外かな？夢で見た場所と一緒だ。でもなんだか懐かしい。どうした君、妖怪の生まれ変わりか何か？ここは様々な種類の妖怪たちが古くから暮らしている場所。アイラちゃんからすると見慣れない光景かもしれませんね。マオくんがなぜこの世界を夢に見たのかはわかりませんが、きっと水晶で見たあいつはこの先で私たちを待ち受けています。人間界が乗っ取られてしまう前にポコンってやっつけてしまいましょう。よし。うん、そんなポコンとなんてやっつけれるものかね。ちょっと帰らせてよ。帰れねえ。妖魔界にいる悪い妖怪をやっつけよう。うわ、一方通行っすか。つらーい。あ、戻れるやん、これで。眠るなよ。もう少し眠らせて。登録させろや、おい。どういうことやねん。つらー、戻れんかった。お、オロチ？アイナちゃん、誰か立ってるよ。そんなこと言われなくても。あれ、あの時の。おい。アイナ、なぜそいつをここに連れてきたんだ。そいつは俺たちの最後の希望。魔界議長イカカムネを倒すための。何？この子が？ウィス？何やらものすごく怒っているようですね。アイナちゃん、何かしました？してないけど。とにかく、この先に行かせるわけにはいかない。力ずくでも帰ってもらう。やっぱり、マオくん。妖怪の生まれ変わり的な感じなの。よし。ね、ちょっと奥の目玉どうにかしてや、気持ち悪いんやけど。なんかどっか狙える？わからん。適当にしとこ。よし、行くぜ。撃て撃て撃て。ついつい後ろの目玉を狙いたくなるのをちょっとこらえて。はい、チャージ完了。むさぼりシャーク。サボってる。オロチがサボってる。なんか似合わんね。いけい。シシコマの眉毛で焼くです。やけどした？眉毛燃えてるの。激流一戦。そして、撃て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 。どうすか。おしけい。オロチは自分でお払いができるんやね。まああれか、敵側はそういう感じか。ひと玉バースト。あ、なるほど、眉毛もひと玉ってことなんか。いくぜ、カラクリ弁慶。全然打てねえ。お、やっつけた。やったね。思ったより弱かった、普通に。ほい、勝利。さあ、通して、そこを。ねえ！あなたは誰なの？どうしてあの時私を助けてくれたの？私、この先に行かなきゃいけないの。お願い、そこを通して。ああ。アユナ、それから、マオ。あ、やっぱ知っとんや。
僕？この先に行くのなら、お前たちは真実を知らなければならない。真央くんなんかいきなりすごい、重要キャラになったやん。え、なんかさ、ちょっと前まですごいモブキャラじゃなかった？この妖魔界と人間界で、一体何が起こっているのかを。何？かつてこの妖魔界に暮らす者たちは、エンマ大王のもとで平和に暮らしていた。俺たち妖怪の寿命は人間よりずっと長い。それでも終わりはやってくる。エンマ大王が亡くなった後、妖魔界は悪しき野望を持つ妖怪に支配された。それが魔界議長、イカかもね、そうかもねとその一派だ。何そのふざけた名前、ちょっと真面目に聞きたいんやけど話。私が閉じ込められている間に、妖魔界でそんなことが起きていたとは。え、じゃあ今エンマ大王おらんってこと？ああ。亡きエンマ大王は、人間と妖怪が仲良く暮らす世界を望んでいた。アミナ、お前が持っている妖怪ウォッチもそのために生まれたものだ。エンマ大王は俺たち妖怪にその衣装を託して亡くなった。だというのに、イカカモネは妖魔界の王になり平和を乱した。あいつが王なの？そればかりか、あいつらは妖魔界のみならず人間界までも支配しようとしているんだ。じゃあもしかして人間界に悪い妖怪たちが出てきたらも。ウィス、妖魔界の混乱が原因のようですね。僕が何度も妖怪に襲われたのももしかしてそのせい。襲われたの君。そうやったっけ。亡きエンマ大王には一人息子がいた。しかし彼の力はまず目覚めていなかった。彼は俺たち妖怪に希望だった。だから彼の力が目覚めるのを待つことにしたんだ。俺たちは彼の記憶を消し、平和な人間界に逃がした。イカカマネの魔の手が伸びないように。え、それが真央くんってこと？まさかなあ。アユナ、お前は他の人間たちと違い、妖怪の存在を受け入れた。そんなお前なら、エンマ大王の息子である魔王を任せられると信じていたんだ。息子？イカカマネを倒してくれ、アユナ。よし。ええ。ありがとう。お前を信じてよかった。ねえ、真央くんのことには何にも驚かんの、ちょっと。戦いの中で力が必要になった時は、俺を呼んでくれ。力を貸そう。お、友達？やったね。オロチと友達になった。ニックネームはいらないです。オロチの情報を妖怪大辞典に登録した。封印とかは何も解かれんのやね。僕はどうすればいいのかな。どうやったら記憶戻るんやろ。マオくん、あなたは人間界に帰ってください。イカカマネを倒すくらい、アイナちゃんなら朝飯前です。あなたの力が本当に必要になるのは、その後になるはずですからね。あ、なるほど。マオくんが今後、あれ？妖魔界の王になるとかそういうこと？わかった。僕は小学校で帰りを待ってるよ。マオは俺が送っていこう。お前たちはイカカマネを頼む。待ってよ、私も帰りたいんですけど。これは責任重大ですよ、アイナちゃん。なんせ、妖魔界と人間界の運命が肩にかかっているんですからね。重い。頑張ってイカカマネを倒すのです。ウィス！ねえ、そうかもねも気になるんやけど。別の個体ないよね、そうかもねって。ねえ、もうそろそろ目覚めれる？なんで目覚めんねよ。戻ることは？つら、もしかして話しかけたら。戻ります。戻れるやん。行くわよ。人間界に参ります。うん、よかった。戻りましょう。ちょいと私は引き受けてきた猫ちゃんのことがすごく気になるんだ。人間界でございます。どこなんやろう。ねえ、妖怪ガシャどこ行ったん？回せんくなってやん、妖怪ガシャ。私まだメダル持ってるんですけど、あ、これでもしかして、そういうことか。切り替えれるってことか。ほほう。んで、こっちじゃないってことやね。もしかしてあれ？なんか前にさ、猫がいっぱい集まっとるところがあったよね。あれがそういうことかな？なんか、3匹ぐらいの猫が、何もない空間に向かっておるところがあったことない？ちょっと待って、どこやこれ。そこじゃない？多分。そしてそれは一体
こだったかしら。どこなのでしょうか。こっちか。なんかこの辺じゃな。リス？あ、やっぱり。おや、この近くから妖気を感じますよ。隠れている妖怪がいるようです。妖怪レンジで探してみましょう。ほらほら、絶対そうや。これを人面犬。猫の餌取るなよ。人面犬を見つけた。やっぱ動物には見えとんかな、妖怪。チェキショー、見つかっちまった。やっとタラ飯にあれつけると思ったのに。こうなったらやけくそだ。食い物の恨み、思い知れ。なんかあれやん、動物って幽霊とか見えとるって言うやん。やけん、そういう感じかな。私、人面犬持ってなかったっけね。味方にしか使えんかった、戦い始まってからは。よっしゃっていう、まあ。イェーイ、勝利。ふぅ。なんとか追っ払いましたが、おじいさんには何て言いましょう。野良犬が迷い込んでた、とでも言っておきましょうか。まあ、犬は犬やもんね。よし、伝えてこよう。おじいさーん。おじいさん、おじいさん。ちょっと、タチの悪い酔っ払いみたいな犬が。はぁ、運外鏡がどこからでも使えれば、ポケット運外鏡が欲しい。はい、どうぞ。どうぞじゃないね。なんか渡すわけじゃないけん。なんじゃと？迷い込んだ野良犬が犯人じゃったんか。追っ払ってくれたんじゃな。ありがとう。やりましたね。これで猫たちも安心して暮らせますね。そうじゃ、お主には世話になったようじゃし、わしの自慢のコレクションからこいつを一つ譲ってやろう。力のお札を手に入れた。どんなコレクション？わしはいつもこの辺におるから。あ、そっか、お札。お札が欲しくなったら声をかけておくれ。お前さんならサービス価格で譲ってやるぞい。これは思わぬ収穫です。お札が欲しくなったらお札じいさんにお願いしましょう。お札じいさんの頼み事、バッチリ解決。よし。イエーイ。はい、解決。ボーナスチャンス。モテモテんや。おお、引き寄せた。あったりー。妖力のお札を手に入れた。あ、ここでもお札が。ショップって出た。てかさ、思ったんやけど、クエストの人生最大のピンチ。あ、そっかそっか、これか。なるほどね。よし。ということで、妖魔界に戻りますか。妖魔界に戻っていきますか。はい、行きます。行くわよ。妖魔界に参ります。気になっとった猫ちゃんのクエストもクリアしたけんね。よし。ふう、やってきた。はい、妖魔界でございます。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、あれかな、妖魔界にも普通のクエストみたいなのはあるんかな、本編以外の。じゃあいろいろ見ていこう。